バグはもう最後3つとも全部水陸両用。だから海とかプールとかも行けますので、ウエストにゴムがないので、体型のね、ずっとキープしなあかんなんですよ。逆に痩せてもあかんし、太ってもあかんということで、もうちょっと殿堂入りさせようかなと思ったんですけど、一応紹介しておきます。はい、本日はですね、2024年の絶対買うべき短パンベスト3をご紹介していきたいなと思います。で、今回ですね、先に言います。残念ながらパタゴニアのバギーズショーツ入っておりません。バギーズロングも入ってません。とにかくパタゴニアが入ってないというところが、結構、っていう感じで意外だと思うんですけど、それはね、入れなかった理由もちょっとあるので、まあそれはそれで、後半に買わない方が良かったアイテムっていうのも紹介したいなと思うので、まあまずはおすすめの3つっていうのはね、ご紹介させていただきたいなと思います。で、その前に今日えらいラフな格好知らないけど、なんでこんなラフな格好してんって感じなんやけども、これはまあちょっと夏っぽいかなと思ってね、僕よく履いてるんやけど、ガスっていうイタリアのブランドのショーツなんですけど、まあ日本でもオンラインでは買えるらしいんやけど、これはもう海外限定でしかないみたいなんで、僕はまあハワイで昨年買ったやつなんですけど、こんなんがあったり、靴下はいつも通りナイキですね。で、はこれセールになってるから6000円がなんか4000何歩とかで買えるみたいなのも以前あったと思うんやけど、そんなんがあったりっていうことで、こんな感じでね、ちょっと夏っぽい感じでお送りしていこうと思います。このショーツはだからもう売ってないんですよ。海外でしか売ってない。だから日本のサイトあさっても、日本人って多分柄物あんま履かへんから、柄がないんですよね。単色しかなくて。で、海外で買うと結構ヨーロッパとかは柄があるんですよ。なので、海外行かれる方とか、お友達で海外行かれる方がいらっしゃったら、こういうのいいよっていうところで、ね、海外のやつ丈短いし、なんですけど、今回日本人に向けてやから、ワン、ツー、スリーを紹介していくわけなんですけど、まず一つ目いきましょうか。何かっていうと、こちらですね。ワークマンのパンツ。あのね、ワークマンのパンツで、以前この動画でも言ったんですけど、買うべきワークマンのパンツと、買わない方がいいワークマンのパンツで出したじゃないですか。で、その時にこれおすすめですよみたいな、いいですよみたいな、水陸両用やし、確か2000円以内で買えるの、1500円かななんかで買えるんだけど、いいと思いますよみたいな。ただ値段が安くて、安く買えるからいいよっていう話じゃなくて、これ普通にいいなと思ってたんですよ。で、ちょっと一回履きますね。僕ね、普通にいいなと思った結果、先月ちょっと海外行ってたんですけど、その時もねこれ履いてたんですよ。ほんならね、めっちゃいいですね。まあ、このパンツだけじゃない。パンツがいいってわけじゃないけど、この全身のコーディネートがめっちゃかっこいいですねってね、もうとにかく褒められた。めちゃくちゃ褒められたから、嬉しいなと思ってね。このワークマンのパンツは多分気づいてないんですよ。誰もこれが、このパンツがワークマンで気づいてないまま、めちゃくちゃ褒めていただいたんでね。僕も嬉しかったし、まあ、嫁ゾーンも一緒におったんやけど、嫁ゾーンも鼻高々やったんですけど、嬉しい限りでございます。男ですよ。男性にとにかく僕いつも褒められるから、男にもモテるんですけど、そういうパンツなんです。ただ、レビューでも言ったんですけど、このポケットちょっとダサいですよねっていう話はしてたんですけど、大丈夫、誰も見てない、そんなとこ。誰もあなたのことなんか気にしないから、超絶イケメンとか超絶有名人とかやったら見られるけど、そこじゃない限りポケットがダサいなんて誰も気づかないんですよ。で、僕もこれ着てたんやけども、ようよう見たら結構 T シャツとかでね、ポケット隠れてるんですよね。だからまあチラッとは見えてるけども、誰がその一般ピーポーの僕みたいなやつを見てんねんって話じゃないですか。誰も見てへんから、これまあ前からしか基本見られてないし、まあ後ろからバッと見られたとてで、あ、ポケットなんかついてるなくらいしか他人は思ってないから、これええなと思って入りました。で、まあ水陸両用やから、これで実際海でも使ってみたんですけど、まあ良かったんですよ。だからこう値段が安いからとか、ワークマンからいいとかっていう、そういうことは一回ちょっと置いといて、他のブランドやったとしても結構丈感いいよね、サイズ感いいよねっていう感じだったんで、もしかしたらもうないかもしれんけど、わからないけども、ちょっとワークマン最近ないかわからへんけども、これはね非常に良かったんちゃうかなと思います。夏場になってきたら皆さんそうでしょ。5月ぐらいにいきなりショーツ履いた時って、え、こんな短かったっけって毎年思うんですよ。え、毎年こんな短かったっけって思いますし、冬になったら冬になったで、毎年冬ってこんな寒かったっけって思うじゃないですか。あれも大体毎回毎回季節の変わり目で来るんですけど、ショーツも、うわ、こんな短かったっけって思うけど、麻痺してきて慣れてくるから、これぐらいだったらあんま短いと思わなくなってくると、ちょっと短めかなぐらいな感じなんで、夏行くまではね、いや、ちょっと短いよと思ってた方も、僕も確かに慣れてきたよと。慣れてきた方は結構いけるんちゃうかなと思いますので、で、ましてや黒やし、ポケットがこれピンクとかやったら目立ちますけど、もう黒黒なんかほぼわからんようなもんやから、もし迷った時はね、誰も見てない、誰も俺なんか見てないと思いながらね、書けばいいんじゃないかなっていうところで、ワークマンのパンツが一つ目です。水陸両用であるっていうところと、あと丈感も良かった、スタイルも良かったっていうところが、僕個人的にはおすすめかなと思います。これがだから1万5000円でも僕個人的にはおすすめかなと思うので、まあ、たまたまこれが1500円やったんですけどね、いいんじゃないかなと思います。で、二つ目に関しては、もうちょっと殿堂入りさせようかなと思ったんですけど、一応紹介しておきます。これサクッといきますね。ファミマのパンツ。僕も昨年ぐらいから永遠と言い続けてるこのファミリーマートの紙ショーツ。とにかく絶対みんな全人類買ってくださいって言ってて、みんな買いに行きましたよね。みんな買いに行ったけど、買えなかった人多かったですよね。で、もう多分再入荷しないと思います。だから来年のまた4月ぐらいに見つけてください。だからこれに関してはちょっともう履かない。履いたってもうないとかっていう話になったらあれやから、履かないけども、まあそれぐらいおすすめですよと。これも値段的には1900円ぐらいなんですよ。2000円切るぐらいで買えるんですけど、はっきり言うと、これ見た感じ2万とかしてても全然ありやでっていうぐらいな感じ。ただ、丈がちょっと長いんですよ。長いのが好きな人はめっちゃいいと思いますし、まあ一応履いてみましょうか。こういうね、ちょっと上がゆったりしてるタンクトップとかやったら、まあ丈がちょっと長かろうが短かろうがど
っちでも似合うんですよ。だからそういう時はいいんですけど、ちょっとタイトめな T シャツとか着るとこういうのはちょっと合ってこなくなってくるんで、タイトめな T シャツ着る方はさっきのワークマンの1番の方がいいと思うし、まあ、ゆったりしたオーバーサイズの T シャツが着られる方は多分こっちの方がいいかなと思うんですけど、一応1番がワークマン、2番がファミマと。で3つ目っていうのが何かというとバブアーなんですよ。でバブアーのショーツが、まあ、ここにも出てるんですけど、今年買ったショーツの中で一番僕にとって良かったんですね。僕これさっきメンバーシップの方に見ていただいてから一般公開っていう形なんですけど、メンバーシップの人に出した瞬間にもうこれすぐ買ってくださいと、絶対売り切れるから 100% 売り切れるからすぐ買ってくださいって、皆さん結構すぐ買ってくれたんやけども、今パッてネット見たらね、やっぱりなかった。もうバブアーないもの言ったってしゃあないっちゃしゃあないんやけども、他のバブアーのやつはちょっと丈長いんですよ。だけど僕買ったスイムショーツってやつはそれも水陸両用でめちゃくちゃ丈感も良くて、僕色違いで買おうと思ったらなかったんですよ。ほんまピンク欲しかったんやけども、うわないわと思ってもうちょっと諦めてます。また来年買えればいいかなと思ってるんだけど、非常にね良かったなと思うので、それの代替えとしては何かって言われたら、これも聞き慣れた話なんやけど、このオースウェストのバーサタイルショーツで、これに関しては7700円ぐらいするんやけども、だいたいセールなってるので6000円台とかで買えるって考えたら、バブアーのショーツはもう8800円で少し気持ち高いんやけど、もう安くならないんですよ。定価で売れるからもうパーンとなくなっちゃうから、このバーサタイルショーツは結構量産型というか、別にどこ行っても買えるし、で何やったら定価よりは安く買えるっていうところで、まあ一応おすすめ、絶対買うべきって言われたら、まあここは入ってくるでしょうと。ちょっとこれも履きましょう。はい、ということでまあこんな感じですね。ちょっとサイズを言うの忘れてました。ワークマンの方がこれがですね L サイズで着用しておりまして、ファミリーマートの方が M で着用しておりまして、ノースウェストの方は L サイズで着用しております。見てもらったら分かる通り、基本的には丈は僕そんな長いの好きじゃないので、あんまり長くなればなるほどもうなんかやぼったくなってくるじゃないですか。要は形崩れてくるというか、スタイルが崩れてくるのであんまり好きじゃないんですけども、まあこれぐらいとか、バーサタイルミットもあるんですけど、僕はミットあんま好きじゃないのでミットは履かないんですけど、逆にねショーズが嫌いっていう方、この短い方が嫌いっていう方もいらっしゃるので、ちょっとまあ微妙なところなんだけど、一応全部紹介したのはファミリーマートのショーツ以外はバブアーも下げると3つとも全部水陸両用だから海とかプールとかも行けますので、基本的にはこのまま行って上だけ脱いでこれで海プールして、でまた上これだけ着て帰ってくるみたいな、もう楽ちんスタイルなんですよ。で気取ってないけどスタイルよく見えるというか、かっこよく見えるってなったらこのあたりなんかなと思って、まあご紹介はさせていただきました。ただバーサタイルショーツに関しては多分もう皆さん持ってはるので、今年の色とかこの色気になるっていうのがあれば購入されるべきだと思うんですけど、そうじゃなかったら、まあ、今回ステイリーもいいかなと。ほんまバブアーがあれば絶対バブアー行ってくださいって言いたいところなんやけど、マジで在庫ないのでちょっとまあ仕方ないかなと。でもファミマもおそらくないでしょうと。ワークマンはノーマークやと思うから、まあもしかしたらあるかもしれないんですけど、そのあたりが僕個人的には今年もショーツとかいろいろ買ったんですけど、去年までのものとかいっぱいあるんですけど、この辺がね今個人的にはおすすめの3つになってます。でじゃあなんでパタゴニア入ってないのとかっていう話になってくるんですけど、逆に僕が個人的におすすめしないっていうのが3つあるんですよ。それは何なんかっていうと、まず1つ目っていうのがコーデュロイ系のこのパンツなんですよね。で今年新しくパタゴニアのコーデュロイ買ったんですけど、これに関してはまず1つっていうのが暑かったっていうのと、ウエストにゴムがないので体型のねずっとキープしなあかんんですよ。逆に痩せてもあかんし太ってもあかんということで、僕はちょっと履いてみると、これ買った時が4月ぐらいだったんですけど、もうその時も大きかったんですよ。その時から大きかったけど、4月からもう体重5キロぐらい落ちてるんですよね。だからこのだいぶガボガボでベルトシアンとずれてくるんですよ。だからもうこれはもう履かへんな、サイズ合ってないから履かんとこうということで履かへんから、まあこれは自分のせいというか、ただこのずっと体重維持しないといけないですよね。太ってもあかんし痩せてもあかんから、かもしくはもうベルトつけるかってやらなあかんので、ちょっとこれもうめんどくさいから履かんとこうということで結局履かなくなりました。だからパンツとしてはすごいいいパンツなんやけども、ずっと体型をキープしなあかんっていう、同じものをずっと食べ続けたらキープはできるやけど、太ってもあかんし痩せてもあかんってむずくねと思ってね、これ履いてないです。でそれ以外にあったらゴムついてたら、バンクスジャーナルってまあ海外とかお好きな方とかサーフ系お好きな方やったらご存知かもしれないですけど、オーストラリアかどっかかな、なんかのブランドなんですけど、これもめっちゃいいんですよ。いいんやけどやっぱりちょっと暑いんですよね、真夏は。パタゴニアは全然こっちの方がいいんですけど、パタゴニアのやつはちょっとゴムが入るともうちょっと履きやすくなるのかなっていうところで、個人的にちょっと残念やったなっていう感じです。で2つ目っていうのが何なんかっていうと、このあたりですよね。ユニクロのショーツはやっぱり弱いなっていう感じがしました。何が弱いんっていうと、やっぱり生地のチョイス一つにしてもそうやし、やっぱりチャッチーんですよね、めちゃくちゃ。だから例えばこのアクティブユーティリティショーツで1990円するんですけど、このショーツ買うんやったら絶対ワークマンのショーツかファミリーマートのショーツの方が値段一緒やけど、ええやんっていう、どう考えてもええやんって感じなんで、逆にユニクロは天然繊維が強いので、以前おすすめした T シャツ、スーピマコットンの T シャツとか、あとリネンのシャツとか、そういう天然繊維はとにかくユニクロ強いので、やっぱこういう化繊ナイロンとかポリ使ってくると一気にクオリティ下がってくるなっていうのが、まあ、個人的なね感想なんで、で逆にワークマンでは化学繊維ってください、ワークマンで天然繊維はいかないでください。コットンとかっていうのはすごいいきなりグッてクオリティ下がるって僕の印象はあるので、天然繊維コットンとか行くときはもちろんユニクロでくださいと。やっぱそれぞれ強いところが皆さんありますので、そういうところでいいんじゃないかなっていうふうに僕は忖度なく言ってます。ワークマンさんの天
治が呼ばれてるけども関係なく言いますけども、個人的にほんまにそう思ってるからそう言います。で3つ目最後なんですけど、ここ見てもらったら分かる通り、パタゴニアのバギーショーツ去年からこれ気に入って履いてるんですけど、ハワイで履いてて思ったことが一つあります。何なんかというと、ファミリーマートのショーツ、ワークマン、そしてバーサタイルにはないデメリットがあったんですよ。で何なんかというと、多分ねこれねめっちゃ納得していただける方結構多いと思うんですけど、ポケットがね下まで落ちるんですよ。下まで落ちる弊害が何かというと、スマホとか入れてたら歩くたびにこのストーンポンポンポンって当たるんですよね。で今までなんで気にならんかったんかなと思ったんですよ。って考えた時に、僕の生活スタイルって結構車乗ること多いんですよ。だからあんま歩いたりすることないんやけども、こういう海外旅行とか旅行行った時にパタゴニアのバギーショーツ履いて、例えばホテルの鍵とか財布とかなんかその入れたりとか、タバコとか入れたり、まあ僕タバコ吸わんけども入れたりして歩いたら、ポンポンポンって歩くたびに当たってくるんですよ。これめっちゃ邪魔くさいやん。でそこで初めて気づいて、今までも気づいてたんかわからんけども、他のショーツがそうじゃないからなおさらそれが邪魔くさいなと思って、このポケットの位置をちょっと上げてくれるとすごい助かんねんけども、ポケットが下までズドーンっていっちゃうので、ここでパツンパツン当たってくるのがものすごい気になったんですよ。で、あ、履かんとこうと思って、ハワイで履いた以来もう履いてないんですよね。僕個人的には今までバギーショーツすごい良かったなと思うけど、俺の生活スタイルがそうやっただけで、歩く人は結構嫌なんやとか、ランニングする人とかって多分これ履かへんやろなとかっていうのを初めて違うことしてみて分かったっていうところになってるので、僕みたいに車しか運転しない人からしたら、え、別にそんなのなんてことないよっていう人も言ってるやろし、いやそうやねん、歩くの俺多いから、歩く人からしたらあれすごい邪魔やねんっていう風に思っていただける方もいらっしゃるので、それは用途によってやっぱ違うかなと思うので、さっきのコーデュロイのパンツもね、すごいいいパンツはいいパンツなんで、例えば屋内とかショッピングモールとかで買い物するだけとかやったら全然これが暑いってことないけど、これでちょっと街中ずっと一日おるってなってくると、お股の方からねこれじんわり汗がかいてくると思いますので、肌から見たら漏れてるように見える可能性もありますよね。気をつけていただきたいなという風に思っております。はい、ということでね、戻してみたわけなんですけど、まあ人によって似合う丈ってあるので、長い方が似合うって方も絶対いらっしゃると思いますし、短い方がいや俺は似合うねんっていう方もいらっしゃると思うので、それは一回着用してもらって合わせるのが多分一番いいと思うんですよ。でそれが分かりさえすれば、他の別にブランドとかでも、短かったらあ俺似合うなとか、長かったらあ俺似合うやんとかっていうのがもう分かると思うので、一個自分の正解を見つけとけば迷わないでね、あ俺は短いのが似合う人間なんだっていう風にね思ってもらったらいいかなと思います。いや俺は長いのが似合う人間なんだっていう、このビッグダディ的なマインドを持ってもらって、俺はそういう人間なんだっていうことでね、やってもらえたらいいんじゃないかなっていうことが、本日がですね、絶対買うべき短パンベスト3ということになっておりました。まあちょうど真夏っていうことなんで、見た感じがねこうかっこいいっていうのもそうなんですけど、より自分が似合ってるとか、より自分のスタイルが良くなるっていうところもね、判断基準の一つになるんかなということで、本日はですね短パンベスト3という動画になってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。